時間になりましたので、防災研、フォーラム始めさせていただきたいと思います。私、防災研究所の地盤災害部門の諏訪と申します。よろしくお願いします。で、ここにありますような題目で、今日は話しさせていただきます。昨年はですね、7月から集中豪雨による災害が日本列島立て続いたという状況が あったのを、ご記憶かと思います。で、その中ではですね、9月に、21号台風で、いくつかの地域がやられたわけですが、三重県の宮川村のあります地域ですね、そこで、やはり土砂災害が起こっています。で、我々防災研究所のメンバー何もですね、現地調査いたしました。その成果の一部を、見てもらいながらですね、こういう土砂災害がどういう原因で起こるのかで、じゃあそれに我々、どういう対処すべきかで、課題といいますか、今後進めなければならない、検討は何かというようなことを、見ていけたらと思います。で、そこに、今日これから見ていただきますスライドの一部をプリントアウトしたものを用意していますので、それも参考にしていただきながら、聞いていただけたらと思います。で、これは紀伊半島の推計図ですけども、昨年、10月の、この防災研フォーラムで私は十津川流域の話をいたしました。で、これが熊野川水系、十津川北山川というところが奈良県の南部にあるわけですが、その過去100年ぐらいのタイムスパンでですね、土砂崩壊、それから水系という観点で見た土砂の動き、こういうものについて、どんなふうに、見られるかというようなことをお話ししました。で、今日お話しする宮川流域はですね、その熊野川水系と隣接している地域に、なるわけです。で、昨年、21号台風で集中豪雨があったわけですが、特に、その上流域を中心に、崩壊災害が起こったというわけです。で、ご記憶の方もあるかと思いますが、気圧配置図ですね、ちょうどこれ29日の9時ですが、崩壊が、起こったのはですね、大体29日の、10時ごろです。したがって、ちょうどその崩壊を起こした雨が降ってる最中の気圧配置がどういう状態であったかというのが見えるわけですが、台風は九州のあたりに中心があります。この直前ですね、梅雨前線、秋雨前線ですね、秋雨前線が日本列島に停滞していてですね、そこへ台風がやってくる。台風はですね、回転運動してますから、前線に近づいてくると前線の元の状態は壊しながら、だけど、南の方から湿った空気をですね、巻き込むという状況があるわけですから、こういう状況だったら、なるほど、四国とか紀伊半島とか、それは雨、残高が降っても仕方がない、状況だなということが見れるかと思います。で、これは横軸、時間軸ですけども、
時間雨量を棒グラフにしてあります。28日から29日にかけてで、これはですね、宮川の上流域、宮川村の栗谷というところに、県の雨量計がありますが、そこの、雨量データです。で、9時から10時の間に、119ミリの雨が降っています。これが、スケールです。で、ブルーのラインは、連続雨量ですね、降り始めから、どんなふうに累積値が上がっていったかと、750ミリに達しています。日雨量でも700ミリ台を記録するというような猛烈な雨があったと。でそこで、とどめの時間雨量119ミリがあれば、まあ、それは大変だなという状況が理解できるかと思います。まあ、その、そして崩壊、によってですね、7名の方が死者、行方不明者として、遭難されたというわけです。で、災害の詳しい状況は、人的被害、物的被害ですね、から山林農地、広範にわたったわけですが、まあ、主なところは、確保すると、まあ、こういうふうに表現できるかと思いますが、私、まあ、その上流域といってもですね、その現地を歩くというのは限られた時間で、全部回れるわけではないですが、この、1から7まで番号をつけたところ初回に行ったときにですね、回ったところで、主として、まあ、その中のいくつかを、現場の写真見ていただきながら状況を、検討していただきたいと思います。で、人的被害が起きたのが小滝という場所と、滝谷という場所を見渡っているんですが、この2場所というのはですね、まあ、距離ここに10キロとありますから3キロ余り離れたところであると。起こった崩壊はですね、まあ、比較的浅い、崩壊が、小滝で起こっています。深さが、最大深さがですね、2メーター強という程度の崩壊ですが、滝谷の方は最大深さが8メーターぐらいのやや、まあ、崩壊体積の多い大きい崩壊です。で、まあ、だけどその崩壊の、大きい小さい深い浅いにかかわらずですね、大体、10時頃にですね、崩壊が集中して発生したということが、あと現地の方々のお話聞いていると分かるということで、まあ、先ほど見ていただいた時間雨量のピークがですね、聞いて、発生したなということが分かります。で、宮川のこの上流域の地質はですね、地質図いくつかあるんですが、例えば50万分の1の地質図見ますとですね、この赤のラインよりも北側が三波川帯、南側が秩父帯と呼ばれる地質帯に、属しているというわけです。まあ、古い深帯、が三波川帯であればかなり編成で、しているという岩ですが、まあ、現場を歩いてみますと砂岩とか結岩の護層とかですね、粘板岩とか、緑色岩とかチャートとか、それが石灰岩なんかがですね、見られるという状況、まあ、この辺にまとめてあるような地質状況
もう少し最近、作られようとしている、土木地質図を見ますとですね、もう少し細かく分布がですね、記載されていますが、まあ、基本的には、こういう状況ですが、まあ、現地を歩いてみますとですね、サンバ川帯というのは変性度が強い、結晶片岩ということがなるほどと思われるような、岩が主体のはずですが、まあ、場所によっちゃだけどその地質部隊とですね、まあ、噴火が進んでいるせいかあまり区別がつきにくいような部分もあったように思います。で、地質図というのは色分けしてあってバックグラウンドのですね、地形図がちょっと分かりにくいですが、宮川はですね、ずっとこの遡っていって、ここに宮川ダムがあると。で、仮の方に三瀬谷ダムというのがあります。ちょっとその2つのダムの状況も最後の方で触れますので、まあ、こういう位置関係、見といていただきたいと思います。これが10キロです。最初見ていただくのは滝谷ですね、ちょうどこれ先ほどの図から見ても、その2つの地質帯の境界付近にあるという場所であることが分かりますが、これ国道が走っています、宮川が流れています。で、これはですね、2002年頃の6月頃に、撮られた斜め写真ですけども、壊れるのはですね、この部分なんです。で、ここにですね、容器がもと作られています。集落が発達しているわけですが、この斜面というのは、この擁壁を、建てるという時点で当然、まあ、その下部をですね、この斜面の下部を切ったと触ったということがあります。で、あの雨によってですね、10時2分か10時3分っておっしゃいますが、こういうふうに、崩れたと。国道がこう通ってますけども埋もれてしまって、まあ、分かりにくい状況ですが、空中写真、を見ますと、まあ、こういう状況で、崩れていると。崩れた土砂は、宮川まで突っ込んでいるという状況です。で、宮川の状況はですね、こちら見ていただいたら、まあ、その基岸が見えているところもありますが、比較的、まあ、水流の近くまでですね、植生がついているなという状況ですが、ちょっと角度違いますが、これ本線にですね、後の方で見ますが、ものすごい流量の水が流れる、当然、土砂も運ぶというようなことで、川はですね、川底の状況は一変しています。こういう辺りがですね、えぐられて、さらに最終的には代謝が進んでいるという状況です。これは防災研究所の千平先生が作られた、現地、調査結果を示す図ですが、まあ、これ空中写真で、この部分、まあ、滑落街の部分を詳しく見るとですね、2つの、まあ、断層に挟まれた鎖型のところがですね、まあ、滑り面の役割を果たして、滑るという状況になった。で、粘土鉱物のスメクタイトなんかも確認できるような、まあ、このスメクタイトという粘土鉱物は防潤性といいまして、水を含むとですね、この体積が増える、で柔らかくなるという状況ですから、まあ、そういうものが、多いという地質であればですね、まあ、こういう状況下では滑りやすいという、ファクターを担うわけです。今のが深さがですね、
最大深さが8メートルぐらいの、やや大きな崩壊ですが、そことそれほど距離離れてない、小滝という場所です。ここに、橋が架かっていますが、上流から下流に宮川が流れています。で、この斜面がですね、崩れた。先ほどの滝はですね、尾根型斜面といいますか凸型の斜面でしたけれども、こちらは、直線斜面、何が直線かというと地形図を見るとコンタといいまして、等高線が、直線というか平行しているわけですね。平板な斜面、そこで、崩れていると。崩壊の最大深さは2メーター強というぐらいですが、こういうふうに崩れている。で、対岸からですね、この辺から見ると、こんなふうに、見えるわけです。平坦な斜面で、上の方からずっと土砂が落ちてきて、で、下の家屋を巻き込み、土砂の一部は橋の真ん中ぐらいまで、乗るというような状況であったことが分かります。で、ここはですね、平坦な斜面にもかかわらず、上の方に桂街のあたりにですね、局所的には2メーター近いようなそのガリが発達しています。それは崩壊の時にですね、水が噴き出た、崩壊直後もかなり水が出た、それでえぐられてできた浸食、小さな浸食台といいますか、ガリという言葉を使うことがありますが、そういうものからですね、水がやっぱり、集まってきたなという状況であったことが分かります。これはちょっと縦横が1対1でないんですが、ここに国道があって、桂川がここで、宮川がここであるというわけです。で、地質構造は流れ板といいまして、総理面がですね、斜面の傾斜方向と同じ向きに傾いているというところですけども、平坦な斜面で、これはですね、国道の高さで、これは高度です。で、これは何をグラフにしているかというとですね、この上の方から下の方までですね、この幅がどうなっているかと、下の方が裾広がりになっているという状況です。3つの側線だけで見るとこんな風な横断面でやということになるわけですが、これは上の方は比較的狭い、幅が20メーターぐらいだけど、下の方は倍以上、幅が50メーターぐらいなんです。したがって、この範囲にあった、人家はやられるということになります。したがって、こういうこの崩壊が起こるとですね、崩れた土砂がどこまで、その麓の斜面をさらに駆け下って集落を襲うかということが問題になりますけれども、それと同時にこういう平坦斜面ではですね、こういうこの、土砂の移動幅が下の方ほど拡大するというのはですね、ある程度、予測すべきことである、大事なことであるということが分かります。それに影響する、ファクターとしては、もちろん、気候なども影響するわけですが、そういうことを考慮して、まさかの時にはどの程度危険な場所であるかということの評価が大事かと思われます。今見ましたあの2つの崩壊はですね、その1箇所が1000立方メーターの土砂が動くとか、2000立方メーターの土砂が動くとか、5000立方メーターの土砂が動くという、オーダーが、桁がですね、1000立方メーターぐらいの土砂移動ですが、大きいものも起こっています。例えばですね、この7番、つけてある、唐戸谷
と呼びます。難しい地名があります、カラーとで、下流に向かってですね左の方から入ってくる谷にサシコって書いてますが、特に名前がないので、まあ、そんなふうに書いてるわけですが、こういうところが崩れて、土砂が流れ下ったと。こういう写真で見るとこれです。大体同じぐらいの大きさで示してます。これが500メーターぐらいですから、まあ、1キロぐらい、流れ下ったということがわかります。上流で、まあ、簡単な測量をしますとですね、崩壊した土量が2万立方メーターほどになります。まあ、それが、この下まで、流れ下ったという状況です。で、地質の状況は、流れ板の斜面ということです。隣 の、 去年、見ましたその戸塚の流域はですね、四万湖帯というもっと若い、地質帯で、深帯 で、 で、比較的ですね、この北内の流れ板という地域が主体である、そういうことを申しましたが、まあ、それに対して、もっとそのまあいろいろと動いているという状況が反映して、流れ、板の向きというのはですね、南向きであったり、東向きであったりいろいろ、複雑です。で、こちらは秩父帯の方に、なったんだったかな、それを書いてませんが、確かそうだと思いますが、そういう状況で、起こっていると。で、滑落街、の状況です。で、滑落街から唐津谷本線が見えてますが、流れ下った状況がこんな状況で、見えるわけです。で、傾斜がきつくなるあたり、天井からですね上を見上げると、こんな状況で、まあ、滑落街の一部がここに見えているというわけです。谷筋ますとですね、この植生が剥がれて山林がやられている状況というのが谷を挟んで対称ではなくって、やはりその流路の屈曲状態に、支配されてですね、湾曲の外側といいますか、物が動いていくときに、外側に当たるところ、まあ、そういうところでですねより高いところまで、山林が剥ぎ取られているということがわかります。地山断なんかも、まあ、破壊されるというような大きな衝撃力が加わったということがわかるわけです。で、例えば、まあ、この辺りです と、こんな状況も見られます。まあ、もともとの樹木がですね下半林として軽半林としてあったものが、なんでこうなったかというと、まあ、2メーターほど突き出て上だけちょぎられてるわけですね。で、なんかこれつなぐとですね一つの面ができます。それは、一旦ここまでですね、その崩壊があって上から来た土砂に埋まりました。埋まった後その時点では小町表ですね、この上に、上がまだ、あったと思われますが、その状況でまたさらにもっと速度の大きな、したがって大きな衝撃力を加えるような、そのマスムーブメントといいますか、土砂の速い流れがここを通過した。で、その時に、きれいに開いてしまったという状況が残っているわけです。まあ、その後、こういう現象ありますと、まあ、あんだけ雨が降っている状況ですから、どっとどっととまだ水が流れます。一旦ここを埋めてた、まあ、土砂もですね潜屈されて、洗い流されて、元の、まあ、地表付近まで、現れたと
という状況がわかります。で元下流唐戸谷の本線ですけども、上流から下流に向かって唐戸谷の本線がありますが、まあ、この下流ではですね、出てきた、土石流の堆積物はこんなふうに、谷の出口に、そのカットしてきた樹木片ですね、流木と言えばいいでしょうか、まあ、そういう状況で、流域としています。で今のはですね、これは普通我々はですね、土石流と、これこの堆積物、堆積状況はですね、土石流の堆積やというふうに見ます。で、もう少し近づいてですね、堆積物を見るとですね、一旦水で飽和して、た状況でどっと流れてきて堆積したものが主体であるという状況が分かるわけです。それに対して次に見ていただくところはですね、いわゆる状況が変わります。これは、春日谷という、谷ですね、場所はここです。で、これも左下流を向いて左手の方から入ってくる谷ですので、佐四国の一つやというわけです。ここは滑落街で、崩れた土砂がこの本線まで、行ってるなという状況です。まあ、だいたい、写真見ながらですね、滑落街で土砂の流れた状況をこうスケール上に落とすと、まあ、こんな風な状況と、これ、500メーターですから、さっきの唐戸谷とだいたい同じぐらい、1キロぐらいで、支線の本流にたどり着くというわけです。で、地上からこの状況を見ていただきますと、まず、崩壊点ですね、滑落街、です。この状況でもお分かりいただけるかと思いますが、尾根をですね、越えて隣の流域まで霞めるように崩れた状況がですね、この辺から見ても分かるような状況です。ここつながってたものがですね、ノイだと、その元の斜面の表面はですね、この辺りで見ると、近づいてみますとですね、このラインを境に、この上は元々の地表に出た斜面で、ここから手前側が地下であったと。で、地表を作ってた斜面ですね、それがごそっと崩落したということがわかります。で、まあ、ここも大きく見ればですね、流れ場の斜面が崩れたという状況に見えます。で、滑落街のふもとから下の方を見ると、こんなふうに見えます。春日谷の本線が、一部見えてますが、本線まで到達した、本流まで到達した土砂がこの辺に堆積してるなという状況が分かるわけです。このちょうど真ん中辺からですね、上流を向きますと、こんな土砂の移動した跡ですけども、例えばこんな大きな岩体が身につきます。これも明らかに上から来たもので、さっきの滑落街から来たことが分かりますが、これもちょっと近づいてみるとですね、こんな岩です。ここに調査に一緒に、行きました武士田さん、そこにいらっしゃいますが、映ってられますけども、これが2メーターぐらいということになります。するとこの石がどんな大きさかということが、分かるかと思いますが、こんなものが動いたというわけですね。
もう少し、まあ、下流からこの上流を見るとですね、こんな風になっていると、ここもさっきの体谷以上にですね谷を挟んで、その両側の斜面がですね随分状況が違います。対照的ではありません。その流れ下ってくるものがですね曲がらざるを得ない谷筋の形状があるわけですから、まあ、そこはその、例えばボブスレーがですね、斜面をこう回りくねった斜面を、ユーロをどんなふうにいくか、まあ、それと同じようなことが起こったんだろうなということが分かるような状況が見えます。下流の方を見ますと、このちょうど中流近から下流の方を見ますと、こんなふうに、あ、その土砂が堆積してるね。で、その先は斜面が土砂がここに堆積してるけども、一旦は、まあ、この辺ぐらいまでドカーンとぶつかってですね、より高い位置の樹木まで巻き込んで、一旦はぶつかったなと。で、最終的には、まあ、ああいうふうに続いてるなと。で、右から左に春日谷の流れる方向があるわけですが、まあ、こんな状況。で、このやや下流からですね、この辺りの状況を見ると、その土砂がこういうふうにぶつかってバーンとぶつかって、という状況で、このちょうど間がですね、堆積物がつながってんじゃなくて、抜けてます。それからここに土下さんいらっしゃいましてですね、土下さんかな、ちょっと小さくてわからないんですが、これが人の背丈ぐらいだということで、大変な堆積やなということが分かります。で、まあ、こういうものを見てですね、さっきの体谷の土石流の堆積物と、えらい、まあ、状況が違うな。じゃあこの土砂移動の形態を、何と呼びますか。やっぱり土石流って呼んだらいいんでしょうか。で、我々はですね、こういうものを、岩石雪崩、英語で言うとですね、デブリーアバランチと言いますけども、デブリーというのはもともとは岩やったやつが砕けて程度の差はありますが、細粒化したものを、まあ、岩石と呼んでますが、それが、流れじゃなくて、まあ、雪崩という言葉、アバランチという言葉を使わざるを得ない、そういう状況のものを岩石雪崩と呼んでます。で、岩石雪崩の話は実は、私、何回か前に、御嶽のですね、今から20年ほど前に起こった地震で起こった、岩石雪崩の話をしましたが、基本的にはあれとですね、移動形態が同じやとこういうことになります。あ、それで今ちょっと数字がありましたけども、移動した土砂の量はですね、崩壊源で、50万立方メーターほどです。だからこれ元の岩体が50万立方メーターですね。で、ああいうふうにこの細粒化したら体積が当然増えます。どれぐらい増えるか、まあ、それは倍はちょっと最終的にその落ち着いた状況はですね、倍はにはならんけども、まあ、4割増し5割増しには簡単になるとこういうことは想像できることですから、まあ、大変な量の土砂が、下に到達したんだなと、あるいは途中にも大きなものが引っかかっていたわけですよね。そんな状況が見えるわけです。で、先ほどちょっと申しました、ここのもともとこれ、地表面にとして出てた、まあ、切り立った崖です。で、もともとの、面はですね、
古いデータをちゃんと使えばですね、ちゃんとこのもうちょっと丁寧に地表がどうやったかというのが分かるんでしょうが、まあ、あの電線で、まあ、この界隈を、地表があったと。で、深さ20メーターか30メーターで、岩体がですね、あったなと。その部分が伸びてしまったなと。スケールでいうと、100メーターがこれだけですから、えらい大きな岩体が動いたなということが分かるわけです。で、下流の方ですね、先ほど下水から見た堆積物、ちょっと左右が逆になりますが、これ上流から見たような描き方です。この活力外の方から来た土砂は起きてドンと一旦ぶつかって、ここに入った木を、この高さまで削り取って、最終的には土砂はここに残っているからここに残っていると、この部分が土砂がない状態です。で、こういうその、土砂移動についてですね、その土砂の、移動のしやすさというのがですね、ある方法で、簡単な方法で評価されています。それは、横軸にですね、移動土砂の移動土塊の総量、体積ですねを取ります。これは10の5乗立方メーター、100万立方メーター、1000万立方メーター、1億立方メーターというふうに、体数、各体数のスケールですが、縦軸はですね、透過摩擦係数と言っています。透過摩擦係数ですね。それがこの移動に関してはですね、0.35 となります。これは、過去のデータ全部プロットしてあるわけじゃないですが、まあ、主要なものがプロットされているものに重ねますと、これは規模が小さい割に、透過摩擦係数がかなり小さめに出たんですねということが分かります。透過摩擦係数は次に説明しますが、これが小さいということは、その移動土砂がですね、動きやすい、そういうことを反映しています。透過摩擦係数 μe というこの文字を使うことが多いんですが、それは h by l であると。h を l で割ったら何やと。ここに斜面があって、でそこで、この斜面が崩れて土砂が、移動して、ここまで、土砂が走って、まあ、こういうふうに堆積したんだと。そうすると堆積の末端に立って、で、滑落街のてっぺん、までをですね、こう直線で結ぶ。そうするとですね、この滑落街の位置から水平距離として L だけのところまで土砂が行ったと。で、飛行高さの延長方向の高さはですね、 H やと。 H を L で割った。ここの角度をアルファとすると、それはタンジェントアルファということになります。この透過摩擦係数が小さいということはですね、これがうんと距離 L が伸びてですね、アルファが小さくなるということになっているということですから、それは、土砂が動きやすかった、より遠くまで、行ったと、まあ、幾何学的に、そういうふうな評価をしますが、これは、土砂というのはですね、もともとここにあったものがここまで行って止まるということをした。そうするとこの高さ、最終的な落ち着いた場所に対して位置エネルギーを持っているわけですが、でその位置エネルギーがですね、これを基準にしたらもうない、ほとんどないという状態です。それは、この土砂がですね、その位置エネルギーがなくなった。それは昔 の、 その物理の時間の、知識を生かしていただくと、それは位置エネルギーは、エネルギー保存則というのがありましたですね、位置エネルギーと運動エネルギーとが、
それを評価してやればそれは、保存されるであれば保存されるし、その保存されないんだったらどうか消えてしまうと、これはですね止まってるわけですから運動エネルギーになるわけですから、まあ、消えてしまったと。あ、そうか、その移動していくということはある速度で運動しているその時点では、その位置でのある瞬間の位置での重心に対応した位置エネルギーとその移動間帯がバラバラになりながら移動しているその平均速度に依存した位置、運動エネルギーその相和が、評価できるなと。だけどここへ来たら位置エネルギーない運動エネルギーないどうなったんや。あ、それは運動する間に物がぶつかったり壊れたりしてるんやからそういうことで消費される、摩擦で、エネルギーが使われているということになります。で、この動摩擦とか静摩擦とかいう言葉を聞かれたことがあるかと思いますが、まあこの挙手的に見ればですね、動摩擦に相当するものが、この動化摩擦係数やという理解ができるかと思います。動摩擦が小さければですね、そのものは、遠くまで行ける。動摩擦が大きければですね、あまり遠くまで行けへんということになります。で、まあ、動摩擦って言いましたが、摩擦っていうのはこういうものが移動していくときにどんな摩擦がじゃあ働くんやと。それは、まあ、皆さんも おそらく、この推測できるんじゃないかと思うんですが、その斜面はですね止まってますから止まってる上を物が動く、まあ、そこで、速度差があるというか片方は止まっている、その動いていくものがですね境界と擦れ合うことによって、働くそういう摩擦がありますよね。でそれを境界摩擦と言います。で、滑落した団体がまあ、おそらく衝撃力を受けながらですねどんどん再流化して、移動していく。で再流化した者同士がですねぶつかり合ったり擦れたりするそういうその移動岩石の中で、働く摩擦それは内部摩擦と言います。内部摩擦で、この、エネルギーが消費されるということで最終的には、まあ、こういうところに止まってエネルギーの全くない力尽きた状態が残るということになるかと思います。で、まあ、春日谷の例はこういうところやったということになるわけです。もう一つ運動についてですね、先ほどからその谷水に沿って、その山林の斜面の状況が左右対称ではない、流路が屈曲していると、下流に向かってですねこれは反時計回り左回りに、流路が曲がっている部分でどうなっているかというと右側へ、そのこれ転流偏って流れるあるいは英語で言うとスーパーエレベーションという言葉を使いますがスーパーエレベーションしている。まあ、それはボブスレーという言葉を使いますがあると思うんですね。こう回ったら空こっち上がる当然だと、時計回りに回っとれば左が、その上がった状態になっている。それはですねこのここをそういう湾曲部分を物が走るときにその速度が大きければ大きいほど当然その駆け上がる高さは大きくなる、その運動物体の表面の傾きは大きくなるということになります。でそれはどれぐらい大きくなるんやということはですね実は、それは物理法則に乗っかって、決まってくるわけで何で決まったかというとですねそれは物っていうのは本来まっすぐに、進む、慣性力があります。そこを流路が曲がっているので仕方がないからですね、
こういうふうに曲がらざるを得ない、まあ、あまり厳密に話しませんが、曲がってるところを、車運転して通れば外側へ体振られます。それはその回転系の中ではですね、遠心力が働いたというふうに言うて、説明します。で、遠心力が働いたら、まっすぐ外へ向かって行っちゃう。だけど行くことができない。できないならどうするか、傾いて、で、傾いてですね、その例えばさっきみたいな大きな石がこの南極流路を下流へ向かってこんなふうに動いていったら、動いていくときにはですね、その岩体に地球の重力、鉛直方向にかかっている重力があるわけですが、それのこの傾斜方向の分力が評価できますよね。それと、それから今その速度、U で、曲率半径 R のところでどんな、遠心力が働くか、それは、R 分の速度 U の2乗に質量をかけたら、それが遠心力やなというのは、昔の教科書、引き出してもらったら載ってるわけですが、まあ、それをイコールと結べば、このアルファが1の状態で、速度が評価されるという、まあ、そういう式になっています。で、まあ、それを利用して、アルファは実はこの湾曲流路の中心角ですね、中心角が小さいか大きいかによって、変わってきます。一般にはですね、まあ、やや誇張して、そのスーパーエレベーションが起こるということが多いですから、結局1よりも大きいということが多いんですが、まあ、そういうことも含めて検討してやると大体、まあ、速度が分かると、速度が分かってこういう断面が分かったらですね、流量が分かるということになります。それで大体当たってやると、そこにあったような、ごめんなさい、まあ、もう下流の方ですので、それほど速度大きくない、毎秒10メーターぐらい、流量が毎秒7000立方メーターぐらいのこの、移動があったということが分かります。で、この先、この図、さっきから何回か見ていただいてますね。秒速10メーターほどで、まあ、最終段階を迎えて、ドーンと行きました。ドーンと行きました。ここまで剥がれました。で、最終的にここに落ち着いてます。だけど、ここにこういうふうにくぼみがある。あ、それは本線から水が流れるんだなんか、それはこれがどういったんやろと。だけど、一旦はせき止めたのかと、こういうことを、が気になります。で、このですね、今、ここに立ってですね、で、上流、この上流の方をこう見てやると、こんな状況です。まあ、ここにいろいろ人がいてますから、状況は分かるかと思いますが、谷底にここに小さな人が映ってますが、上流から下谷にはこう流れています。で、土砂は一旦ここまで駆け上って最終的にはこういうのを落ち着いたと。一旦これつながった状態で、堆積、つまり天然ダムができたんちゃうかと。それがこういうふうに乗りたいなと、普通はそう見ます。で、そうやろうと思ってこの辺ずっと歩いてみるとですね、これここまで行って、でこれが伸びたということは、水が溜まってですね、で、大変になって決壊して伸びたんやろうと。じゃあこの辺、その水が溜まった痕跡、当然まあこの時はですね、まあ、土砂を、高濃度の土砂を含んだような泥水が来てますから、泥も付着するような状況で、この辺があるかというとですね、この高さまで水いってないんです。全然いってないんです。まあ、この表面、最終的に代謝した表面は当然水と土砂が混じった状態で、川筋が右往左往を最終的にしながら、まあ、こういうふうに落ち着いたんだろうということが分かります。だけど、その ここまでつながって天ダムできて、この上流がザーッと
水深ですね、10メーター超えるような状態で水が溜まったかというと、そうじゃない。どうしたんや。ということがちょっと気になるんですが、答えはまだ、確定しておりません。状況はこうなんですね。現地について今、カラーの写真見てもらってますので、いろいろと特徴的なことはいっぱいあるんですが、ちょっと時間の関係で、省略します。で、先ほど見ていただいた気候の岩石雪崩の流れやすさの図なんかもあるんですが、あれはですね、アンドル崩壊の岩石雪崩というのはあんまりデータとしてないんです。で、いろいろ研究論文の紐解いてもですね、地震で起こった火山噴火で起こった、そういうその岩石雪崩の記載はいっぱいあります。だけど、ああいう大雨でですね、山が崩れて、岩石雪崩、その記載というのはあるかというと、探してもあんまりないんですね。で、いろいろ歩いてみると、春日谷だけじゃないんです。寺谷の四国でも崩壊がありまして、そこはそれほど大きくないんですが、宇宙写真で見ると、これがスケール1キロです。場所はここですが、ここが崩れて、ここまで土砂が行ってます。で、写真見てもらいますが、どう見ても、岩石雪崩と、滑落具合です。どうときてると。上から見るとですね、こんなふうに、その急な斜面を駆け下りたところで、右へ、ただ左へ、流路が曲がらざるを得ない。この視線の本流はですね、こういうふうに右から下に来ている、その一部分がここに見えている。そこへ横合いから来る小さな谷水から来たということです。で、どーんと左へ曲がって、こんなふうに行ってます。土砂がこういうふうに行ったんですが、この末端付近を、その堆積物の下流側から見てやるとですね、これが、動いてきた土砂のですね、先端です。こんな風になっているということで、これ近づいてみるとですね、水で飽和した状態で動いてきたんじゃなくて、不飽和な状態で来ているんだということです。で、先ほどから飽和、不飽和、その岩石のあたり、中の言葉は聞いたことあるけども、どうなってんやろというとですね、すでに去年私のこの話のシリーズで聞いていただいてます。この夏を見ていただきました。滑落具合、この大きな岩体がですね、崩れて動き出します。御嶽の時は長野県西部地震という直下型地震でした。で、山体は、火山というのはですね、水が染み込みやすくって、その山の表面は、乾いているように見えてもですね、地下には必ず水があります。地下水があります。こんなふうにですね、動き出した岩体が、で、上の方ほどこの水が少ないけども、動き出した岩体の下の方というのは、これはですね、御嶽の場合は厚みが、80メーターとかあったわけですが、当然もこの下層の方はですね、あるところまでは飽和状態です。それが動くということは、こちら止まってますから、この境界部分にものすごく大きな衝撃力、先端摩擦が働きますので、次々と破壊されていきます。破壊されて、液状化する、飽和状態で水もいっぱいあるから、液状化した状態で、その上をですね、プールにあるウォーターシュートを想像していただいたら、イメージとして分かりやすいんですが、ウォーターシュートの上を人がですね、ドーンと滑っていくような状態です。だけど、規模が大きいし衝撃も大きいので、上の岩体もどんどんこう破砕しながらですね、で、境界付近の液状化層はですね、ここ斜面が
静止してますから当然、まあ、斜面に近いところほど速度が小さいということになります。上ほど大きい、そうするとですね液状化層はこの岩体と比べると取り残される後ろを追っかけるような状態で後ろへ、この取り残されていく部分も当然ある。でその上をどん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 前へ進んでいくのは、この上部のもので、これが後ろに取り残されたらですね、さらに、この表層部分が液状化して、ドーッといくということをしたようだな、ということを説明しました。まあ、これはちょっとあまりにも極端に書きすぎてますから、もうちょっと現実的に書くとですね、この液状化して取り残されていくのは後ろの方にこうあって、で、先端はですね、破砕しながら、不飽和な状態で、もともとは岩体だった部分がこの非常に大きな速度で流れていったと、飛行がですね100メートルもあるようなところをあふれんばかしに、なりながら流れたということが、まあ、状況証拠から分かるんだということを、ご説明しましたが、まあ、こういう火層の液状火層の上を滑る、まあ、そういう状況ですから、潤滑剤の上を豪邸に近いようなものが破砕しながら行く、まあ、そういうことが、先ほどから見ていただいているような透過摩擦係数の小さい状態を作り出しているんだなということにつながるわけです。まあ、そういうことで、岩石なだれ、ということが理解していただけたかなと思うんですが、あとちょっと雨のことを付け加えておく必要があります。でこの21号台風でですね、災害が起こったんですが、去年はですね6月から横軸、時間軸です。日雨量を棒グラフで示してやるとですね、縦軸が日雨量で、これが100ミリ200ミリ、これが800ミリですが、まあかなり大きい雨がこんな1日の量200ミリとかですね、1日の雨量が300ミリとかいうのがいっぱい起こってます。でとりわけ大きいのはその、750ミリほどの9月29日の雨ですけども、9月29日、時間雨量を取ってみるとまあこういう状態で、時間雨量は119ミリ、2時間183ミリ、3時間254ミリ、48時間までの数値から言いますが、確率降雨という言葉があります。雨っていうのはですね、大きな雨、大雨は頻度が少なくて、小雨、そういう雨は頻度がうんと大きい、つまり、小さい方から大きい方にかけて歴関数で指数関数的に、その確率密度関数が小さくなっているという、そういう関数が想定されるとこういうのがいろんなデータを見るとですね、そうなっていると。でそれにとって、求めるということがなされるわけですが、そうすると時間雨量っていうのはもともとですね雨の多いところですけども、やっぱし100年に1遍くらいの雨、災害の後ですね、いろんなところで年配の方にもお目にかかっていろいろ話しました。80何歩というような方、いや俺生まれて初めて、それは当然そうなる、そういうような規模だったと。まあ、2時間雨量とか6時間雨量とか12時間雨量、24時間雨量というのは、まあ、50年に1遍ぐらいということですから、それほどまでではないかもしれないですが、まあ、そういう状況だった。それはそれだけの雨が降ったら、それはもともと雨の多い地域だけど仕方がないんかなということが分かるかと思います。私は実は、中部地方でも夏の間雨の多い時期観測してますが、これ宮川の6月から10月末までの雨の降り方、さっき見ていただいたやつです。でそれよりも、まあ、5月が付け加わってますが、同じ、期間ですね、6月から10月末までを含みます。日雨量を、長野県の焼岳の東斜面ですが、その図を作りますとですね、縦軸が日雨量の軸は全然違います。これ200ミリです。これ800ミリです。
そこでまあこういう棒グラフ、積算雨量と連続雨量ですね、それは、ここで4000ミリです、これはここで2000ミリ、まあ、倍の量をこれは倍に引き伸ばしているという感じになりますが、そこで、まあ積算雨量はこんな、ここではですね、ドーン、ドーン、ドーンという大雨が降っている。まあ、その地域が違えばですね、約違う。どういう地域か、まあ、中部山岳地帯に山があるから雨が多いところです。だけど それでもまあこういう降り方だけど、同じ年同じような気象状態があってですね、いわゆる、西南日本外帯と呼ばれる、地質、学用の言葉があります。まあ、それに対して不可体でできている、まあ、時代感と古い、比較的新しい、まあ、そういうものが織り交ざってますけども、そういう西南日本外帯のですね山々、そこは中部山岳地帯ほど高くないんですが、やっぱり山があるということで、この土管雨がですねやっぱり降りやすい、地域であると。でこういう雨の降り方はですね、大雨があると山が緩むと言います。それは斜面が不安定化する、まあ、そういう条件としてですね、山が崩れなくても、まあ、こういうものがあればですね山はたびたび緩む状態になると。でついにこの飛び抜けたもので、崩れてしまったということですから、まあ、それはこの辺も念頭に置けばですね、非常に危険な状態が時々刻々として迫ってきてたんだということが、想像できます。ちなみにこの雨はですね、中部地方の代表的な焼け岳付近で見てみたらですね、計算できません。うんと外装してですね、120ミリぐらいの雨がもし、この中部地方で降るとしたらどれぐらいに1回ですかというと、8000年以上の年月かけて1回起こるか起こらへんかぐらいですという答えが出てきますが、これはもう短い期間の最近の我々の気象データにディペンドした統計的な理解ですから、それはそんなに信憑性のあるものではないけども、もう止まらんと、そんな雨は降らないでしょうということになります。雨台風、ですね、この21号台風はこういうふうに九州を突きて、まあ、こういうふうに来ました。で別の台風ですけども、まあ、大体同じようにこんなふうに雨がこう降ります。西南日本外帯の山々がある、九州、四国、紀伊半島あるいはこの辺りで、つまり山地の南東斜面で雨が降る。それは太陽が降りに来たら南の方から湿った空気、いわゆる湿熱がですね、山にぶち当たって雨が降るんやという状況があるわけですから、それは宿命的な場所やなということがわかります。雨のことを申しましたが、もう一つ気がかりなのは、7時半超えてますが最後までいきます。ですね、地震、去年の9月5日日曜日、9月6日月曜日の朝、合わせて3回、ゆっさゆっさと我々京都大阪高校ですね、この辺でえらい揺れるな、3分ぐらい揺れました。まあこの辺ですが、紀伊半島南東沖地震といいます。フィリピン海プレートが南海トラフのところで潜り込んで沈み込んでいく、その、プレート境界で起こる今恐れられている海溝型の地震ではなかったんですけれども、フィリピン海プレートの内部でフィリピン海プレート自体が割れるという地震が起こって、で、まあ、こういう揺れになったわけです。で、それはマグニチュード 7.4 というのが一番大きなものでしたが、まあ、7.4 のやつが3つ立て続けに起こって割れたと。その時には紀伊半島のこの辺りではですね、まあ、京都とか大阪よりもそれはもっと揺れたと。その地震があると山はどうなるか、斜面はどうなるか、
てしまう。つまり緩むっていう同じ言葉を使います。1944年、東南海地震マグニチュード 7.9 で、現在の震度で、見るとですね、震度5ぐらいの地域、1946年、マグニチュード8の地震、南海地震、マグニチュード5の地域、まあ、これはその場所の地盤特性によって随分と左右されることで、細部についてはもうちょっとこれが大きくなったりもっと小さくなったりということは当然ありますが、まあ、こういうその海溝型の地震で、90年とか150年に一遍、必ずきつう揺れるということ以外に、まあ、直下型の地震を含めてあるいは去年のような地震を含めてですね、実際ですいわゆる去年の地震は9月、5日6日その同じ9月29日に、あの地震が起こっていると、あの雨が起こっていると、地震で緩んだ状況の中で、さらにドカ雨が降ったという、まあ、最悪の状況がある、まあ、そういう状況は地震を考えた時にですね、まあ崩壊災害に対して、さらに悪い状況になっているなということを、まあ、頭のどこかに、思い起こす必要があるのではないかと言えるかと思います。で、まあ、西南日本海帯ですね、中央構造線の南下、これに当たるということで今日の問題になった明日は場所はここですけども、まあ、そういう場所で、斜面がどうなったということを見てみましたが、この宮川ダムに入ってきた水で、そこでですね、ダムというのはある程度その下流の洪水氾濫を防ぐために、治水目的でも運用されてますから、溜めようとしました。だけど溜めきれずに、ついに2時間ほど後にはですね、もう放流しだしています。で、最大放流量が出てます。流入量、放流量ともですね、宮川ダムが1957年に竣工して以来、気温最大のですね、倍ぐらいの流入があり放流をせなかったというようなことで、下流の小滝のあたりの箇所の状態を見ていただきましたが、あんなことになったと。で、ここにちょっと書いてますが、あの下流の三瀬谷ダムはですね、この構図、あの構図以降は貯水が不能になって、で、まあ、今年になって試験貯水が開始されたりしましたが、まあ、本格的に三瀬谷ダムで貯水ができて、で発電が再開できるのは、今年の秋になるだろうというふうなことをお聞きしてますが、そういう状況にならざるを得なかったと。で、川筋に沿って、まあ、河床から随分高いところにあるような公園まで、一旦水に浸からざるを得ないような状況が随所に見られました。で、先ほど申しましたような、あの一旦、川岸がえぐられる、でまた代謝が進むというようなことがあります。これが宮川ダムです。まあ、宮川というのは日本で一番、水のきれいな、いい水の流れている川だということですが、あの去年の9月の出水の後ですね、今年になってもまだまだあの濁り水というのが、続いているように見受けられます。で、ダムはですね、貯水容量というのがある、状態でですね、作った時の状態で維持できればいいんですが、あ、まあ、だんだんこういうことがあると埋まっていくということが危惧されるわけですが、まあ、そういう場所、例えば自然からの土砂の流出状況とか、こういう交通標識が埋まっている、あ、この、路面よりもずっと高くで、このここはもっと低いところに箇所があったであろうけれども、そこでこんな風になっているということは、ああ、これは大変な土砂の量が集まってきたんだなということです。
でこれが入っていった、まあ、そしたら、随分うまいだろうと我々思いますが、実はこれの下流をですね、現在まあ水位下げられていた状況で見て、その土砂はですね、ダムの本体の中まであまり入ってない、こういうところで大体溜まっているというようなことが分かります。それは、貯水池の水がですね、溜まっているところへ土砂が来た、でそういうところで、出てきた土砂はですね、ダムの中へあんまり入っていかない、こういうところで溜まるんだなということを示していますが、まあ、だけどこういう視線からの天の出口の土砂の堆積量というのは、とてつもなく大きいということが分かります。で、まとめ、書いてありますが、まあ、話の中で触れてきましたので、特に繰り返しません。お手元の配布資料の中にもありますので、まあ、見ておいていただいたらと思います。ちょっと時間、かなりオーバーしましたが、これで話を終わりたいと思いますが、まあ、その先ちょっと焼けたけの観測の話をしましたが、去年焼けたけでもですね、先ほど見ていただいたような、ところでですね、明かりや粒子があったのを気づかれたかと思います。まあ、こういうところで、土石流が起こってます。で、3分少々ですけども、ちょっとその時のどんな土石流が出たか見ていただきたいと思います。それは宮川でも起こったその流れの動き自体がですね、土石流といえば共通する部分が大きいわけです。じゃあすみません、でここはですね、幅が20メーターぐらいからここまでが、30メーター、40メーターあるんですが、こういうところで、7月18日、梅雨前線の雨、ちょうど福井豪雨災害ですね、あれを引き起こした同じ雨雲で、ここでも雨が降って、土石流が来ます。で、ここではですね、今、土石流の先端が止まりました。これは、本当にちょっと見えてますが、直径が2メーターほどのリングをですね、まあ、組み合わせて、作ったネット、まあ、それでですね、出てきた土石流をこう阻止しよう、トラップしようという、そういう試験施工がされてますので、それがうまくこの土石流を食い止めたと。食い止めたけども、まだまだ後ろからですね、次々土砂が、スキルが来るもんだから、まあ、両脇をすり抜けて、下流へ、流れていくという状況が、映ってます。これは7月18日、朝方の4時台ですか、4時20分、まだ暗いですね。もう少し後だと7月ですから、夜明けの早いですから5時頃であればもう少しクリアに見れたかと思いますが、電気の照明でもこんなふうに、記録をされたというわけです。これは1週間後のですね、7月の25日、今度は雷雨です。音がないんですけども、このカメラにはマイクロフォンがついてなくて、音はしませんが、雷鳴が届き渡っているということが他のビデオカメラの記録から分かります。一旦溜まっていた土砂があるわけですが、この状況で、1週間後に出てきた土石流が流れ下っていく。15時30分、午後3時半ですから、まだ明るい状態。まあ、こういう状況で、土石流が流れ下ると。ここは土石流が起こっても別にどうもない、集落があるわけでもない、そういうことで、ずっと夏の間、観測をしているということです。
発生条件とか、流動のメカニズム、あるいは堆積、プロセスを細かく調べるということで、やっている場所です。これは京都大学防災研究と国土交通省の松本佐護、この2つがですね、ずっと以前から観測を続けていると、協力して続けている。